はい、ワッツアップ哲也です。いつもご視聴いただきありがとうございます。今日は高市 VS 石破で決選投票、日本初の女性総理誕生へというテーマでお話したいと思います。まあ、最近の世論調査や、ね、自民党内の動きから、自民党の総裁選は、ね、最終的に我らが高市早苗さんと石破ゲル元幹事長との決選投票になるというシナリオが浮上してきたんですね。このままいけば高市氏が日本初の女性総理大臣になる可能性も十分あり得るってことですよ。嬉しいですね。では早速詳細を見ていきましょう。まず最初に最近の世論調査の結果を見てみましょう。9月20日に日テレが自民党の党員党友を対象に行った調査で、自民党総裁選で誰に投票するかと尋ねたところ、1位が石破茂氏で 31%、 2位が高市早苗氏で 28%、 3位が小泉純次郎氏で 14% となりました。ねえ、小泉さん随分下がった感じがしますね。前回調査9月12日では1位が石破茂氏で 25%、 2位が高市早苗氏で 22%、 3位が小泉純次郎氏で 19% だったんですね。石破高市氏は急進し、小泉氏が大きく後退したことが分かりますね。前々回の調査というのもあったんです。これ9月5日頃だったと思いますけどね。1位が石破氏で 28%、 2位が小泉氏で 18%、 3位が高市氏で 17% だったんでね、その時と比べれば高市氏が11ポイント増と急激に支持率を伸ばし、石破氏が3ポイント増と堅調に支持率を伸ばす一方で、小泉氏がマイナス4ポイントと凋落ぶりが明らかになってきました。この表を、ね、見ながらぜひちょっと、ね、見比べていただきたいと思うんですけどね。どうでしょうか。今回の調査で出た支持率をドント方式で党員数に直すと、1位の石破氏が121票程度、2位の高市氏が110票程度、そして3位の小泉氏が54票程度になる見込みなんですね。はい、ね、この表を見るといろいろ分かりますよね。日テレの調査によると、現在獲得している議員数は石破氏が40弱、高市氏が30強となっているようで、合計するとね、1位が石破氏で160票以上、2位が高市氏で140票を超えてきそうですね。3位の小泉氏は110票弱とかなり厳しい戦いとなってますね。ただし政治ジャーナリストの山口の隆起氏によれば、高市氏はすでにね、42票程度は固めていて、その上さらに上積みが期待できる情勢らしいですよ。ですからね、となるとね、今後の戦い次第では高市氏が1位になることも絶対にないとは言えない情勢ということなんですよね。ちなみに自民党総裁選27日投開票をめぐり、社会調査研究センターが21日に行った同様の全国世論調査では、自民党支持層では高市氏が 29% でトップに立っているということなんですね。そして石破ゲル氏が 24% で2位、小泉純次郎君が 23% で3位だったとのことなんですね。これを見てもね、石破高市で1位2位を争い、それを3位小泉が必死で追いかける展開となっていることは間違いないようですね。高市氏の勢いは地方からも聞こえてくるようになりましたよ最近。これはほんの一例なんですけどね、宮崎日日新聞のこの記事をちょっと見ていきたいと思います。宮崎日日新聞9月22日付ですね。県議は高市氏12人最多、石破小泉氏4人宮崎というタイトルの記事ですね。宮崎日日新聞は自民党総裁選について、党県連所属の県議26人、県連地域支部長兼務、2人を含むの支持動向を調べた。高市早苗経済安全保障担当省への支持が12人と最多で、小泉進次郎元環境省、石破茂元幹事長が各4人で続いたということなんですね。どうですか、これ圧倒的じゃないですか。26人中12人ですからね。半分近くがもう高市氏推しということですね。
またね、僕の大好きな、ね、YouTube チャンネルで日本の怒りチャンネルっていうのがあるんですけどね、その動画を見てるとね、群馬県では高市氏に一番勢いがあると山本一太知事がねポロッと漏らしたという話なんですよ、ね、だからいろんなね地方でどうも高市さんの風が吹き荒れてるんじゃないかという感じがしますね。まあ、いずれにしてもここに来てね、高市氏の躍進が非常に顕著であることはもう間違いないと言えそうですね。石破氏と高市氏が最終的に決選投票で一騎打ちになる可能性が非常に高くなっていることはもう間違いないんじゃないでしょうか。ここで注目したいのはね、石破氏と高市氏の支持層の違いなんですよね。石破氏は昔から自民党の党員の間で、まあ、根強い支持を持っていましたよね。特に中道からリベラル層の支持を集めていますということなんですね。一方で高市氏は女性候補であることに加えて政策の明確さや、ね、強いリーダーシップを打ち出していてね、特に、まあ、岩盤保守層の支持が増えつつありますね。これまで全国講演アンギャーなどを通じてね、党員獲得に力を入れる地道な努力を積み重ねてきたことがここに来て実を結んでいると言えるでしょうね。もちろん今年の5月には経済安全保障担当大臣としてね、セキュリティクリアランス法を通したね、まあ確かな実績もね光ってるんですよ。でさらにね、政策に関して言えば経済面では高市氏はサナエノミクス、つまりアベノミクスの発展的継承者としてもね注目されてるんですね。金融緩和と積極的な財政政策、それに成長戦略というね3本の矢を新時代に合わせて進化させたのがサナエノミクスですからね。これも素晴らしいと思いますよ。安倍晋三元首相の薫陶と支持を受け、今やその意思の、ね、正当な継承者であることを保守層に対して力強くアピールしてきたんですね。経済以外の分野では防衛力の強化や安全保障を中心に据えていてですね、総合的な国力の強化に力を入れているということなんですね。この点においても増税や緊縮財政を標榜し、アジア版 NATO といったねちょっとね非現実的な政策を打ち出している石破氏に対して、まあ、優位に立っている可能性があるんですよね。そういう政策面においてね、参考までにね高市早苗さんの国防力強化に関する発言をねちょっと聞いていただきたいんですよ。1分ほどの動画です。やはり新しい対応の戦い方、まあ、これに対応できる状況を作っていく、まあ、特に宇宙、サイバー、電磁波、それから最近怖いのが無人機ですね、で極超音速兵器、それからAI のですね、まあ、自律型 の AI 搭載の兵器、まあ、こういったものにも対応していかなきゃいけないんですが、まあ、今の日本の対空防衛能力ではなかなか難しい点もございます。まあ、しかしながら、まあ、これはもう技術開発をしっかり進めて、強化をしていかなきゃいけない。それからもう一つはやはり自衛隊の基地、まあ、これを強くしていくということで、まあ、地下化ですとかまた電磁波対策、まあ、こういったこともしっかりと進めなきゃいけない。まあ、同盟国同志国との連携っていうのは重要なんですが、まあ、それぞれの国の世論によってですね状況が変わる、そのリスクも、しっかり考えながら自分の国は自分で守れる体制を作るということ、これが強い決意でございます。はい、はい、いかがでしたか。すごいでしょう。非常に専門的な見識を持っているのが分かりますよね。高市さんは先端的な科学技術に強いんでね、まあ、国防分野だけではなくてサイバーセキュリティやね食料およびエネルギーの安全保障に関しても他の候補者の追随を許さない、まあ、圧倒する知識を持っていますね。この能力がね自民党の党員や議員の間でもっと浸透すればね高市さんの優位性はさらに高まることでしょうね。あと高市氏がこのまま勝ち進むと思える理由の一つに刷新感が挙げられますよ。日本の政治においてね初の女性総理大臣が誕生するというインパクトはね非常に大きいと思いますね。すごい刷新感じゃないですかね。現在の自民党内では年齢層が高く男性が大半を占めています。その中で女性である高市氏が総理になるということは新しい時代の到来を、ね、象徴するものとなるでしょうね。まあ、その場合は、ね、小泉進次郎君の若さが、ね、刷新感になるというふうに、
思われていたんですけどね、まあ、最近 の発言の迷走ぶりというかね、意味不発言というのかね、まあ、何言ってるかよくわからないというね、なんだこれみたいな発言が続いたじゃないですか、ね、あれでもう刷新感がちょっとね、その若さという刷新感ではなくてね、若さというようなね、そっちの意味のイメージの方がちょっと強くなりすぎてですね、ちょっとね、まあ、小泉さんは刷新感という意味でもちょっと弱くなってますよね。そんな中、自民党の議員の多くはどういう心境になってるんでしょうね。もしね、仮に選挙時の2連ポスターの自分の隣の顔がね、石破ゲルがいいか早苗ちゃんがいいかって悩むでしょうかね。僕だったら迷わず高市早苗さんを選びますけどね。そっちの方が断然イメージがいいと思いませんか、ね、あと決選投票に際して注目すべき点は麻生太郎元首相の動きなんですよね。ついに麻生さんが腹を固めたようですよ。ここに来てね、麻生派すなわち志向会は50人を超える大所帯ですからね、この票が動くと選挙戦にはかなり大きなインパクトを与えるんじゃないでしょうかね。今からその話をしたいところなんですけれども、その話に立ち入るとね、話が長くなってしまうので、続きは次の動画でじっくりお話したいと思います。ぜひ引き続き次の動画をご視聴くださいね。よろしくお願いいたします。